で、この左側にメインアウトの横にですね、ダイレクトって書いてありますね。ダイレクト、オンオフってあります。これは何かっていうと、例えばですよ、ちょっと分かりにくいんですけど、マイクで、例えば、パソコンで楽曲を流しながらボーカルを録音する場合に、ちょっとこれ初心者の人は別にもう飛ばしてもいいかも、一応分かる人は聞いてみてください。まあ普通に、まあラップでも歌でも何でもいいんだけども、ボーカルのレコーディングをするときにパソコンから音楽を流します。で、ここの例えばインプット1、2を使って、録音をすると、その時にヘッドホンでこう聞きながらこうレコーディングをするとするじゃないですか。その時に、自分の声をダイレクトオンにしとくと、そのまま聞こえます。で、パソコンの歌もそのまま流れると。で、マイクは、マイクを喋ってその音がそのままこっちに流れると。それがダイレクトです。で、ダイレクトオフにすると、じゃあどういう風かっていうと、マイクでわって喋るじゃないですか。それが一旦 USB を伝ってパソコンの作曲ソフトに行くんですよ。で、そっから要は歌と自分の声が混じった状態で、アウトとして返ってくるという感じになります。そうするとどういうことが起きるかっていうと、リアルタイムレコーディングの場合だと、レイテンシーっていうのが発生します。マイクの音をインプットから入れてこっちへ入れて、一回 DAW、 まあ Ableton Live でも Pro Tools でも何でもいいんですけど入れて、で、そっから帰ってきた音がやっと帰ってくるっていう風なんで、パソコンの中から流れるカラオケの音を聞いてすぐに歌うんだけど、こっちの処理としては一回こうパソコンを往復して出るんで、声が遅れて聞こえてしまう、聞こえてきてしまうわけです。で、それをレイテンシーって言います。その遅れを、ちょっと難しいねこれ、大丈夫かな。レイテンシーって言います。で、レイテンシーはパソコンのソフトで調整ができます。実は、多くの場合、DAW ソフト、作曲ソフトだとバッファーっていうのがあります。で、レイテンシーを調整できます。で、バッファーをの値を少なくすれば、ほぼノーレイテンシーで、音を返すことができる。しかし、あんまりバッファーを細かくしちゃうと、パソコンの CPU に、まあ CPU っていうのは、まあ要はパソコンに負荷がかかりまくっちゃって、正常に動かなくなったりすることがあります。だからバッファーを小さくするのは、高いスペックの、パソコンだったら、レイテンシーなくいけるわけなんだけども、ヘボいパソコンで、弱いパソコンでレイテンシー小さくすると、ブチ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 とか言って音が消えたり、途切れたりするわけです。だから弱いパソコンの場合はレイテンシーというかバッファーは多く取った方がパソコンへの負荷が少ない。だけどもレイテンシーが発生して遅れるわけです。そのためにダイレクトをオンにしとくと、もうリアルタイムに遅れた自分の声が聞こえないから、ボーカリストとしても、まあボーカルだけじゃないですけど、レコーディングしやすいということになるわけです。はい。ちょっとこれややこしいよね。